保育園などの入園要件を見直します。令和5年の4月から見直すこととしました。具体的には、4項目も大きく見直しするんですね、はい、そうですね、思い切っていろいろ変えてみたいというふうに考えました、はい、特に妊娠出産についてはちょっと分かりづらいので詳しく説明したいと思います、はい、これまで上野が、3歳未満児のクラスにいた時に次のお子さんを妊娠しました、はい、出産しましたという場合については、うん、出産月の翌月から数えて3ヶ月で退園ということになりました、うん、これが0、1歳児クラスについては6ヶ月まで延長するというふうに見直します、うん、でまたこれまで3歳以上児クラスについては下の子を出生後翌月から12ヶ月入園できたということなんですけれども、3歳以上としていたところを2歳児まで対象にしたいと、はい、やっぱりその2歳以上にこう年齢を下げたっていうのはやっぱりそのお子さんが卒園までいられるようにっていうのを計算した上でその2歳っていう設定なんですか。そうですね、うん、年々と対象年齢をこう引き下げてきた経過が松本市にはあるんですけれども、うん、2歳まで引き下げますと、うん、卒園までお子さんを預けられるというメリットが出てきますので、うん、その保育園での継続性というものも重視して見直しを行うようにしました、うん、3歳以上児のクラスを対象とした、うん、要件の見直しというのは、うん、いろいろな自治体で取り組みが行われてますけれども、うん、はい、これを2歳まで引き下げたというところは、うん、かなり思い切った少し挑戦でもありますので、あと先ほど の前の資料でもう一つ気になったのが入園の予約ができるっていうことなんですけれども、今まではどうだったんでしょう。松本市は、うん、残念ながら少ないですが待機児童が発生している状況です、うん、はい、でそういうこともありまして途中入園が厳しいという理由でこれまで育休を切り上げて4月に申し込んでいた人たちが一定数います、うん、こういった方々についても年の途中で、予約で確実に入れるということを、うん、約束をして、で安心して育休を取っていただけるように入園予約を行うということを決めました、うん、お子さんと過ごす時間も作ることができるような見直しですよね。そうですね、うん、4月入園の申し込みを例年ですね、はい、11月の上旬から受付を始める予定なんですけれども、それに先んじて予約申し込みを受け付けたいというふうに考えています、うん、先ほど待機児童がいるというような話があったんですけど、今松本市の待機児童って 何でした。はい、令和4年の4月時点で、待機児童4名ということに、うん、なっています。今回の入園要件の見直しなんですけれども、例えば妊娠出産の要件とかで保育園に預けられる期間が長くなるので、はいはい、待機児童が増えてしまうのかなっていう気がしてしまうんですけど、家庭で保育をするという選択を今まで選べなかったけれどもできるようになるということで、そもそも保育園を希望するご家庭が減るという側面もありますので、うん、長い目で見れば待機児童対策になるというふうに私たちは確信をしています、うん、そうなんですね、はい、以前も3歳未満児クーポンの会で、うん、うちの先輩が説明をしたときに、はいはい、家庭で子育てをしたいと考えている人が 44% いますという説明をさせていただいたかと思うんですけれども、はい、要件などを見直すことによって、小さな子どもを家庭で保育をしたいという方と、一方で保育園に預けて仕事などをしたいというご家庭については、いずれかの方法を選択できるような環境を整えられたというふうに自負をしています。松本市は子育ての環境っていう部分ですごく力を入れてるんですね。そうですね、うん、多様化する子育てのニーズに対応してそもそもの松本市の子育てサービスをこう底上げするといいますか、うん、サービス環境を向上させるということを目指して取り組んできてます、はい。